失敗例に対してなら、いくらでも、改善案、とその実践は提案してよい、道理はあり。黄昏の狩人。自分が企画し実行した際、問題としては参加者に何らかの強制力、それ、は施行できなかった。結論としての独裁性、あるいは理不尽な責任の重さ。そういうのが、状況を壊した。時。プロならば、機関での職場放棄は、良くない。そういう方向性を持ち込めたとき、それ、自身は失敗に対する改善案にはなり得る。発生する倫理観も、価値はあるものだ。仕事には責任がつきものだ。事前の契約を破棄するような真似は悪い。もちろん。でもこれあなたが作ったものじゃないよね。許可取ってあるのか？そういう疑念は、すぐ思いが。現状はどうなのだろう？その辺の問題は打開されているのか？黄昏の狩人。それは、今は公開されたが、